うん、ママハさん元気ですか？アンジュちゃん、ちょっと元気じゃない？アンジュちゃん、アンジュズ、お母さんが死んじゃったんだから、アンジュズ、うん、アンジュズ、お母さんが病気だって分かってすぐに僕たちの前からいなくなっちゃった。アンジュ、少しお母さんを恨みました。アンジュちゃん、アンジュちゃん、ずっと僕たちの前に現れない、後になって死んだって聞かされた方が良かったかもしれないと思ったよ。サークルが全部入れへんなみたい。やっぱりよかった。何弾いてんの？あ、そんなにじゃない。なんでもみじが食事作ってきたと思ってんの？お母さんのこと好きだってほんのちょっとの間でも思えたから、お母さんのこと憎んでるのってとっても悲しいことなんじゃないかって思うの。ママさんが言った通り、お母さんを嫌いだと思いながら生きてるのってなんか悲しいよね。お母さんはいないけど、これからも